こんにちは、お疲れ様です。ニオです。今日は平成30年4月26日です。はい。で、昨晩私夜勤をしまして、夜勤現場でね、夜勤をしてまして、今日お昼からこちらのガレージの方に来ています。で、今日は大きな工事は特にするつもりはないんですが、まあこの今あるジプトンの天井裏をちょっとね見てね、どういう感じにやっていこうか考えに来ました。はい。まあそんな動画になると思います。はい、ではよろしくお願いします。はい、では早速見ていきましょう。なんかすげえのが出てきたら面白いですけどね。ああ、なんか怒ってきたな。ああ、これあんまし意味ねえな、壊しても。あ、壊してこれロフト作れるか、資材置き場。あ、でもあんま天井は高くなんないね。うん。まあ意外に天井の中は綺麗ですね。はい。ちょっとね、画像乱れます。ちょっと待ちくださいね。あ、これブレス止まってないでしょ、これ緩んじゃってるのかな。これひどいね。緩んじゃったのかな、地震の時にね、震災のね。ああ、ずいぶん応力かかってね、鉄の丸棒が途中で俺曲がってんの分かりますかね。そうだね。これシャッターつけるのにそこ抜けばいいけど、これどうすっかな。天井壊しても意味ないか。ああ、危ねえ。よいしょ。危ねえな。カメラ、カメラ。よいしょ。カメラよ。はい。じゃあ、天井裏、ご案内しましょう。ああ、でもこれ、しっかりしてっから。ねえ、余ったレカロとか。置いとくのにいいかもしれないですね。じゃあ皆さん、ちょっとこんな映像になってしまいましたが、少し考えたいと思います。はい。ちょっとね、予算とか無駄になっちゃうともったいないんで、
壊して天井をちょっと上げる予定だったんですが、ちょっとまあ自分としては嬉しい状態なんですけどね、こういう梁があるんで、チェーンブロックかけてね、エンジンを下ろしたりそういうことにも使えるんで、すごくいいと思いますね。はい、ちょっとどうするかは考えます。はい、では以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。